じゃあ、今日は、過去の日本語教科書、高校日本語1を勉強してみます。第4課。73ページまでしましたよね。74ページ。お母さん、行ってきます。行ってらっしゃい。すいません。はい。地下鉄の駅はどこですか？地下鉄の駅はどこですか？それで、どうの使い方を注意してください。過去では地下鉄駅、そのまま、すみません、日本語で言っちゃダメ。地下鉄駅、こういうふうに言ってしまうんですけど、日本では地下鉄の駅、地下鉄ですか？あそこに銀行がありますね。その右です。あそこに銀行がありますね。その右です。ですが、実際のその道の教え方はこれよりもっと難しいんですよ。まっすぐ行って、左曲がって、またまっすぐ行って、右曲がって。そうでしょ。最初はね、その日本語が聞き取れなかったんじゃなく、その頭の中、地図が描かれてなかったので。何の話したの？はい、わかりましたと言って、何回もそうしました。ですが、今の頃は、絵を描くようにしています。それで、ちょっと、描かれなかったら、聞きながらまた聞きますね。それで、右曲がって、またまっすぐですよね、そのように確認した後で行きます。あんまり相手が忙しくなかったら、すごい迷惑ではないと思います。それで、セーラン君も、最初は先生自分自身がちょっと、聞き取れないか、いや、じゃなく、頭悪いかと思ったこともあるんですけど、やっぱりよくその理解できなかったら、その確認するために、また確認用の質問をしながら復習するべきだと思います。復習するべきだと思います。銀行の右ですね。これがその例えです。同じことを繰り返して確認するということです。それ日本人は基本的にこうします。でも韓国ではこういう文化がないです。また聞いたらなんかバカにされてしまうんじゃないかと思って聞けないんですよ、基本的に。オレンジョーカソー、ウェチョーカラゴヨ。また聞いたらなんか困るっていう、そういう雰囲気ありますね、韓国では。それで、実際に韓国では親しい関係だとしてもね、理解できなかった子さんに理解したふりをする場合が多いんですよ。実際は何も勝てないです。なんかよく早く理解できなかったら、また聞いたらね、韓国ではそれをしつこい人だと思っている癖がありますよ。しつこい。ピチャンってなさる。しつこいっていうのは、一番よく使えるのは日本語では、만나줘。왜나만나준거야내일뭐영화갈까내일바쁘다고그럼언제안바쁜데
そういうのがしつこいですよ。ですが韓国ではそういうの、そういうことに対してはあんまりしつこいとは思ってなく、男たちはね。逆になんかその人の話を聞いてよくできなかった臭い、よくできなかった場合、まあ再度出し、再びまた質問の同じ質問をすることかすることとか、あと確認用の質問をしてたら、めんどくせえ、ね、めんどくせえ、しつこくめんどくせえ、なんかよく最初よく聞いたらいいじゃんしてるでしょ。でもそのほとんどの長い話は一度でできません。まあほとんどの人間はそうですよ。ですが日本はこういうふうに復習するのが普通です。それ同じです。会社でも同じです。こうしてこうしてああしてってするんだって言ってた。あこうしてああして、あそうするということですよね。あそうだっていう、それが日本人式の業務のやり方です。じゃあ、要するに、これは本当に大事な日本の業務文化を含めています。繰り返すということです。指示をされたら、よく聞いて、よく知らなかったら質問します。あと理解できたら繰り返して確認します。それならば認められます。過去のように、めんどくせえ。あいつ日本語よくできないのか。とは言いません。銀行の右ですね。ありがとうございます。すみません。すみませんは、もう感謝합니다と判断。すみません。すみません。鍵がついて、減っちゃうんだよ。그래서아무데나다쓰인다75페이지이때마이마스이때마이마스아덴샤가마이마스이마이마스어덴샤가마이마스옵니다요마이마스는조금어려운말이다이때키마스키마스의경험아니고나에대한거니까아아니존경이아니고겸양존경이라는것은상대높임나를낮추는것은겸양마이리마스는겸양어거든요마이리마스참한다마이리마스한국어では나이言葉で마이리마스좀더어려운말은하고역사문화시간도하도록하고이때라시아이이때마이리마스요거는오늘업무에서쓸수있는다소어려운표현이때키마스이때마이리마스다다이마오카리나사이이때마이리마스3回じゃあ右で、おねこちゃんを見てください。上、下、隣、前、後ろ、駅、銀行、公園、郵便局じゃないですよね。郵便局。本屋、すいません。はい。駅はどこですか？駅ですか？あそこに銀行がありますね。その左です。駅ですか？あそこに銀行がありますね。その左です。銀行の左ですね。銀行の左ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。郵便局はどこですか？さらに答えてください。
公園はどこですか？公園ですか？あそこに郵便局もありますね。その後ろです。OK。本屋はどこですか？本屋ですか？あそこに郵便局もありますね。その右です。OK。76ページ。何にしますか？何にします？ハンバーガーとコーラにします。ハンバーガーとコーラにします。じゃあ私もいらっしゃいませ。ハンバーガー2つとコーラ2つください。ハンバーガー2つとコーラ2つですね。ハンバーガー2つとコーラ2つですね。ポテトはいかがですか？ポテトはいかがですか？あ、こっちもハンバーガーとコーラ2つ、ハンバーガー2つとコーラ2つですね。再確認しました。同じです。やはり。韓国ではなんか確認しようとするって言ったら、確認しようと同じく繰り返してもね、もう聞いてません。あ、分かった分かった。もう聞いてないんです。確認などいらないっていう、そういう文化でね。そう、早く早く早くして、まあ後で見てみれば間違えたことが、まあ、多く出てしまいます。やっぱり面白いなのはね、韓国で何か注文してたら、そのコーラにそのアイスを除いてくださいと言ってもね、大体 30% 以上アイス入れたまま出てしまいます。話を聞いてない、聞いてもそのまあチェックしない。日本ではあまりそんなことを経験するのは本当になんか珍しいことですよ。コーラとか、マクドナルドとかバーキングにいて、その氷は除いてくださいとか言ってたらね、ってやったら、もしそういうミスがあったらね、申し訳ございませんってなんですよ。韓国ではね、あ、コーラ、アイス入ってるんですよ。あ、そうですか。めんどくせえ。めんどくせえお客さん。それも違うんだということで。いえ、結構です。それでは400円になります。ありがとうございます。じゃあ次。ええ。何にしますか？何にしますか？おにぎりとそばにします。おにぎりとそばにします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何名様ですか？何名様ですか？何名様ですか？それ大事です。何名様ですか？何名様ですか？3回。何名様ですか？何名様ですか？何名様ですか？この時返事するときに3名様ですと言ったらおかしいです。理解できますよね。何名様ですか？3名様です。내가한테3을붙인거잖아。얼마웃겨。お礼様。몇분이세요？3분이십니다。한국어로들어도웃기잖아。서양사람들이거를읽는걸되게어려워해。이때는붙이는거야。이때는붙이는구나。얘네다똑같잖아요。그래서이해를못할때도있다。次、おにぎり2つ。うどん1つ。そば1つ。ですが、実際はこれちょっと違いますよ。店まだ違うんですけどね。ラーメン、うどんは1丁ですよ。1丁。半丁。1丁、2丁。3丁。丁ですよ。まあ、1つ2つも当てます。ですが、韓国語でもね、半개、두개、半접시、두접시、半그릇、두그릇という言葉を日本では
できるだけそれに正確につけます。なぜかというと、それであったらその1枚、枚は皿ですよね、皿、直視その1丁は来るんですよね。1丁か1枚か、それだけででも間違える可能性が少なくなる。全部1つ2つっていたら間違える可能性が出てしまいます。うどん1つ、そば1つ、いらっしゃいませ、おにぎり2つとうどん1つください。おにぎり2つとうどん1つですね。おにぎり2つとうどん1つですね。他には何か。他にも何か。いえ、それで結構です。いや、それで結構です。それで何にしますか。ハンバーガー、コーラ、じゃあ2つください。ポテト。ポテト入っちゃうよね。ですよね。あ、先生もちょっと知りませんでした。ポテトですね、ポテト。ポテトじゃなくてポテト。ポテトチップ、ポテトですね、ポテト。いかがですか？それでは、になります。ありがとうございます。おにぎり何名様、他には、他には何か、それで結構です。4名様。時間だけは4時。人の数は4名、78ページ、上、下、右、左、上、下、右、左、上、下、右、左。前、後ろの数と、前、後ろの数と、隣、隣、間、中、外、パック。79ページ、1円。5円、10円、50円、100円、500円、1000円、2000円、5000円、1万円。前のその千円札は夏目漱石さんがあったんですよ。小説家でノベル賞を もらったかな。夏目漱石さんはその時代1900年代イギリスまで留学もしました。ですがいくら頑張ってもイギリス人のように英語はできなかったって言いましたよね。それで、無理して英語を勉強するより自分の国の言葉をもっと勉強するのがいいんじゃないかなと思ったという話があります。今の千円札は野口英世さんです。野口英世さんは子供の時やけどしてね、指がついてってしまいました。ですが外科手術でできましたよね。それで自分も医者になりたいと思っていろいろな病気をなくしました。特に梅毒、梅毒を退治した人です。その野口さんはね、南アメリカでその高熱病、ハンギョル病、高熱病を研究するたびに自分も病気にかかって死んじゃいました。2000円、沖縄修羅場、あ、すみません、見たことないです、自信札。5000円、樋口一葉、女流の女性の作家です。それで30歳頃、その亡くなりました。天才作家だったと、言われてるんですけど、自分はまだその作品を読んだことがないです。それで最後が1万円札は福沢諭吉さん。その日本の近代した有名な人の中で一人です。今の慶応大学を作った人で、韓国の有名なその
知識人であるキモキュンさんの師匠だと進むと知られています。何にしますか？ハンバーガー弁当は高いですね。ハンバーガー弁当は高いですね。3回。下の弁当は安いですね。下の弁当は安いですね。3回。私はとんかつ弁当にします。私はとんかつ弁当にします。ここで大事なのはとんかつ弁当でじゃなくて D ですよ。 D します。何々にします。私はとんかつ弁当にします。それで日本語では D はね、 D の意味は後に違うと言っています。もっと正確に話したいということです。ですが、ではね、大体のことです。インと言っています。それが区分できたら、そのように区分してたら楽に覚えられます。じゃあ私も、特に選択の場合はね、選択は正確に話さないといけません。それでほとんど2を使いますね。ですが、手は使っちゃダメとは言いません。たまには手が入っている文章もあります。それ中、外、間、いくらですか？高い、安い、おいしい。で、今日はここまでにしておきます。質問はございませんか？先生は今から、ずっとバーガーキングは何ヶ月間休んだんですけれども、今回はちょっとバーガーキングに行ってみようかと思うんですよ。セラン君も何かバーガー食べます？